どうも、サラトマです。サラトマのクソ Vlog 第10回、今回は3万円ゲーミング PC の性能テスト、これね、これそれと5000円追加投資して SSD の増設&メモリを8ギガから12ギガへ増やします。はい、やっぱりね、メモリ8ギガだと心もとないで、ハードディスク遅すぎ、これ SSD ね、シリコンパワー、リードが毎秒550MB、ライトが420MB、はい、でこれメモリ4GB2枚、メーカー揃えたんだよな、どこだっけ、 SK ハイネックスで、この PC ね、サスペリゾンビさんにプレゼントするんですよ。だからケースの中に入れます。ケースがサーマルテイクのベルサだったかな、白いやつ、はい。それと家に余ってたこれ簡易水冷クーラーね、コルセアの、これつけて、あとはこれケースファン、これを6個赤く光るやつ、よく冷える PC にねしてあげようかなと。あの方どう見ても冷え性でしょう、はい夏でもクーラーとかつけなさそうなんで、なるべく冷える PC に、あ、これもだ、ファンコンね、はい。ということでやっていきます。はい、イエーイ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 。はい、ではですね、 SSD の取り付け、 SSD とマザーボードをつなぎます。はい、 SATA 電源ケーブルと SATA ケーブルをつなぐだけ。 SATA 電源ケーブルっていうのはね、 ATX 電源から伸びているやつで、で SATA ケーブルで SSD とマザーボードをつなぐわけです。はい、簡単です。でですね、 SSD とハードディスクが同じ容量である必要はありません。ハードディスクの使用してるところの容量よりも大きい SSD だったら OK です。はい、100ギガだったとしたら128ギガの SSD があればクローンはできる。まあでもギリギリは避けましょう。はい、で次はSSD をフォーマットして PC に認識させます。管理ツール、コンピューターの管理、ディスクの管理で、ハードディスクと同じパーティションスタイルを選択。今回は MBR なので MBR、 このスタイルの確認方法はね、ググって調べてみてください。 SSD を選択して新しいシンプルボリューム、次へをクリック。サイズがね、最大になっているかを確認してから次へ。だいたいそのままでいけます。で次はドライブ文字を割り当てますね。環境によって割り当てられるアルファベット変わってきますけど、だいたいそのままいっちゃって大丈夫だと思います。はい、ファイルシステムは NTFS クイックフォーマットでいいと思います。完了。うん、フォーマットされてね、ドライブ名も割り当てられました。うん、はい、いよいよクローン開始です。これね、中国製なんですけど、青メイバクッパーとかいうの評判いいです。でシステムクローンは有料版でしか使えないので、ディスククローン、クローンしたいディスクを選択します。間違えないように。で選んだら次、次はクローン先のディスクを選択。で次、確認画面が出ますんでね、正しく選択されていたらはい、もう一回確認ね。で SSD4K アライメントにチェックを入れてください。これやっとかないとアライメントがずれてしまう可能性あります。で開始、待って、
終わったら完了ボタン。で、ソフト閉じてシャットダウン。で、次は SSD とハードディスクの入れ替え。ていうかもうハードディスクはね、外しちゃいます。で、ハードディスクが刺さっていた場所、SATA ケーブルね。そこに SSD の SATA ケーブルをぶっ刺します。それだけ。こんなことね、しなくてもできるんですけど、この方がわかりやすいんで。はい、じゃあ起動テストですね。一応タイム出してます。まあまあ早いです。まっさらなんでね。うん。僕の初体験の時より早い。間違いないね。来たよ、ほら。うん。いいですね。はい、メモリの交換。抜いて刺すだけです。ただね、容量が大きい方のメモリを優先順位の高いスロットに刺した方がいいと思います。このマザボだと上から2番目と4番目ですね。はい。はい、では性能テストです。SSD とハードディスクのベンチ。もうね、細かいことどうでもいいです。SSD の方が数値高いでしょ？早いんです。はい。で、次は CPU のベンチ。もうこんなのもね、つまんないじゃん、見てて。おちんちんいじってる方が100倍楽しいでしょ？うん。でもね、一応、はい。1198。まあ、第4世代の Core i5 なんでね。こんなもんでしょ。お次は、みんな大好き PUBG でのテストです。左側の画面がメモリ 12GB。右側が 8GB ですね。設定は 1080p で非常に低い。全部非常に低い。はい。これでしかテストしておりません。うん。で、非常に低いだと、12GB でも 8GB でもあんま変わらない？もちろんメモリ使用量はね、変わってますけど、うん、フレームレートは大差ないね。設定上げてったら違いが出てくると思います。うん。ずっと早送りなんでね、数値だけ見とくようにしてください。酔っちゃうんで。で、最後はフォートナイトです。設定は 1080p、3D 解像度 100%、描画距離近い、影オフ、あとは手です。これもね、大して差は出てないですね。まあでも、メモリは大いに越したことないんで、12GB あった方が安心だと思います。ただね、最初、1台目、うん、初めてのゲーミング PC、少しでも安くしたいっていう方は、8GB でもいいような気しますね。うん。はい。どうでしたでしょうか、この3万円ゲーミング PC。結構いけてるんじゃないかなって僕は思うんですけどね。遊べると思いますよ。100fps 出てるわけですからね。コンスタントに。はい。ということで、終了。